たびたびすみませんでした。すみませんでした。ということで、はい、ビットクルゼ TC のお時間でございます。約15分遅れでした。そうでございますね。まあ、今回はただ単にダチョウがちょっと遅れちゃったということで。そうですね、ダチョウが遅れました。はい、すみません、遅れました。はい、ということで、まあね、15分なので、なので15分遅れという形で、はい、15分押しでやっていこうと思います。大丈夫ですよ、リアルタイムで見てる人あんまりいないんで。そうですね。まあまあ。そんな感じで、リアルタイムにか、こんばんはという形になっております。では、はい、自己紹介からやっていきましょう。はい。では、私から、いつも一生懸命キャラ回り、茅野敦史でございます。あ、はい、そして、今日ピンクだね。今日ピンクです。やりたくないけど、人一倍頑張っちゃう、鈴木梅子でございます。よろしくお願いします。お願いいたします。そして、こちら。今日は、変態野郎がいないです。そうです。はい。見た目は好青年な変態がいない。ということは？はい。ということは？私ですね。はい。はい、遅れました。チームイットクルゼ最大の敵、変態ロマンチスト、菊池が今回参加したいと思います。薄くピンクなんだね。なんで今日、前回は緑バサミで、今日はピンクバサミなんだね。なんだいみんな、仲良しか。そうですね、仲良しだね。はい、今日は何やるんですか？そうです。はい、今日は先週通り、あれでございます。先週通りあれ、はいはい、そうです。気になるあいつを食べてみよう、飲んでみようという形で、はい、あ、みんなの気になるメニュー、メニューだったり、なんか品物だったりを持ってきて、まあ、飲んでみたり、食べてみたりと、はい、あいつは一体どんな味なんだ、でも一人じゃちょっと頑張れないっていうのを、はい、皆様に持ってきてもらいました。なるほど、なるほど。はい、というわけで、みんな持ってきました？持ってきました。持ってきました？お前、それかよ。それかよ。それ先週自分で喉が渇いていた。ああ、なるほどね。まあ、ちょっと遅刻なんでね、買う時間もなかったって言っちゃった。そうですね。そうでしょうと思う。そうでしょうね。はい。では、私は一応、飲み物は、あれなんですけど。これ関係ない、ね。はい、持ってきました。はい。はい。スタイルさんから行きますか。では、行きましょうか。はい、ババーン。ババーン。チーズでございます。そう、チーズ。はい。普通に食べてるんだ。はい。これはですね、はい、梅子とかが好きだとよく、ダチョウの事務所に行った時によくウォッシュチーズというのがあるじゃないですか。あれの最上位クラスです。お高いやつですね。お高いやつですね。で、一番癖があると呼ばれているものを買ってきました。なるほど。本気を出した。本気を出したウォッシュチーズはすごいというのを梅子から聞いてたんで、じゃあその本気を出したウォッシュチーズは何なんだということで、はい、今日わざわざチーズ専門店まで行って買ってきました。バーバーンですね。バーバーンでございますよ。それがそれなんです。それはこれなんですよ。なるほど。はい。ところで梅子さんは。梅子さん、二つ持ってまいりました。二つも。はい。すみませんね。しかしですね、食べ物っぽい食べ物ではございません。お、はい。まず一個目、私ですね、何にしようかなって一生懸命考えましたよね。金曜日から。うん。で、あのお店で売ってたあれ、そういえばずっと飲んでみたかったけど、ちょっとなって思ってたって思って、うん、今日わざわざ休みだったのに池袋まで行ったんですよ。そしたらその店でもう売ってなくてね。ああ、それはもともと買おうと思ってたのが、世界一美味しいコーラっていうポップがついてたんです。ああ、なるほど。輸入の食品であったんですよ。なるほど。それがなくてですね、その代わりに置いてあったこれを買ってまいりました。だーん。何でしょう？ジンジャービール。これですね、瓶に入ったやつなんですけど、はいはい、お値段。1本350円。あ、地味にするんだね。地味にこれで350円って、うん、って思ってですね。それビールじゃないの？ビアではありますけど、ビアではないみたいな。350円って大体それくらいの値段だったって。ビアではないですよ、これ。アルコールではないです。ほう。あ、そうアルコールではないです。ないはずです。で、はい、飲んで大丈夫なやつなの？大丈夫なやつ。大丈夫なんですね。シロップとかじゃないの？え、大丈夫でしょ。そのみんな、はい、みんな不安にさせないでよ。ちゃんとちゃんとソフトドリンクっていう。あ、書いてあるんだ。で、ふうふうで、こうやって、え、大丈夫？大丈夫？アルコールとか書いてるのか。飲んでみれば。アルコールだとしたら、それは350円しますよ。あ、そうです、ね。なるほど。アルコールジンジャービアでございますね。はい。もう一つですね。ねねねねねね。調味料でございます。調味料はさ、はい、どうするか。あ、しゅ、だからさ、調味料使おうと思ってさ。これもさ、あのクラッカー買ってきたんだよ。そう、かぶったんだよ。今見て、あ、クラッカー買ってきたんだよ。クラッカー野菜クラッカー、クラッカー。チーズオンクラッカーと野菜クラッカー。あ、それぞれ違う。で、何を持ってきた？こうやって、ね、
レモスコと申します。これね、はい、いわゆるタバスコのレモン版です。ああ、なるほどね。辛味の調味料、広島のレモンを使った、はい、レモスコ、はい、ここにもすでに書いてあります。新感覚無添加調味料。ほう、もう新感覚って自分で言っています。なるほど、新感覚、新感覚、うん、で、これどういうことだろうか。なるほど、気にはなってた。これは初めて見ますね。この2つをちょっと用意します。なるほど、持て余す。そう、ちょっと自分で買うにはちょっとだっていうのを買ってみます。そうですね、なるほどね、はい、かなり。ではでは、本日は綾野が持ってきたウォッシュチーズの、ね、はい、長々癖のあるタイプと、梅子が買っていってくれたジンジャービアーとレモスコ、レモスコでございます。この3つをみんなで試してみようかということでね。ということですね。座長はヨーグリーな、話題のヨーグリーな。美味しいですね。これ美味しいんだ。あ、すごいね。何なんだろうね。すごく、俺の中ですごいブームになったんだけど、何この水っていう。まあ、ヨーグリーな。ヨーグリーなですね。なんかすごい売り切れ続出みたいになってるんですね。なんか、みんなそんなヨーグルト好きなのかなっていう。まあ、珍しい。好きじゃないですか。あ、飲みやすい。飲みやすいんですね。だってただの水だからね。まあ、なのに、すげえ後味ヨーグルトなんですよ。まあまあ、美味しいですよ。ね、はい、ということで。まあ食べていきましょうか。はい、食べていきましょうか。食べるんですか。水をちょっと持ってこい。そう。抜けよ。まあ、チーズはまだしもね。はいはい。なんか、いけない飲み物飲んだとか、うん、そのレモスコさんがどれぐらいの。まあ、どうなんでしょう。そんなにひどいもんではないと思うんですけど。レモスコさんはいはい。これですね。どれからいきます？どれからいきましょう。どうしましょう。あの、一番おいしいって見て思われるのは、多分俺、チーズだと思う。まあ、これはね。っていうことは。チーズは最後にしましょう。最後にしましょう。はい。で、とりあえず、だったらレモスコ。レモスコ行きますか。レモスコ行きましょうか。開けますよ。開けますよ。開けますよ。はい。レモスコでございます。はい。本当に。これ見えますかね。黄色いです。ガチ黄色いです。これすごいね。沈殿してるよ。沈殿してますね。レモスコです。レモスコでございますね。こんな色してます。ちょっと緑がかった黄色です。はい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 。はい、大丈夫ですかね。パリッとな。原産どこなんだよ。広島の。ああ、なるほどなるほど。日本の食材を使って。カキやお好み焼きみたいな。匂いはね、そうでもないよ。そうだね。なんか旨味。だってレモンと塩と、うん、何これ、青唐辛子って書いてある。青唐辛子の匂いが強いね。多分そうだね。じゃあ。なるほどね、なるほどね。まあまあ、皆さん。おぉ、はいはいはい。あの、ちょっと待ってください。美味しく食べる方がいいのかな、やっぱりこういうのって。まあ、リアルに食べて、リアルに正直な意見を言えば。だから、とりあえず。とりあえず、どうだい？とりあえず、甘いけど。気をつけて。そうなんだね。垂れないように。垂れないように気をつけないといけないんで。野菜クラッカー、これ普通に。うん。これは野菜の普通の野菜クラッカーで。穴がないところに。うん。まあ、クラッカーの味っていうわけじゃないからね。こいつも。かけすぎじゃない？大丈夫？本当にじゃあ、ちょっとこれぐらいにしとくね、俺。うん。え、そんなに？いや、わかんないけど。全然。あ、すっごい香ってくるね。うん。何かが。何か青唐辛子だと思うんですけど、でも俺タバコの距離だとレモン香るよ。本当？うん、結構。全然僕何にも感じませんね。大丈夫ですか？鼻詰まってます？俺すっげえ香ってきた。ポンポンってやるたびにね。大丈夫これなんか。鼻の音してる。変な固まってきてる。それでは皆さんいただきます。いただきます。ますレモスコ。辛いね。辛いね。うん。ああ辛い。レモン。レモンだね。ああ辛い。うん。なんだろう。あ辛い。嫌いじゃない。うん。嫌いじゃないが何とも形容しがたいというか。タバスコより、うん、なんだろう酸味がある分、うんうん、なんか辛みがタバスコよりもダイレクトに伝わってくる気がする。うん、そう、そんな感じ。緑色のタバスコ知ってます？皆さん。あ、はいはいはい。あれによく似てますね。でもあれより癖はないですよ。うん。うん、癖はあんまないです。もういいね。さっぱりとした辛みがあるというか。何に合うんだろう、これは。パスタいいんじゃないですか。パスタいいんじゃないですかね。カキって書いてあるけど、本当そうだと思う。うん。確
んか味が濃いものよりもさっぱり系のさっぱり系のものに合わせたら、だから魚とかでも良さそうです、うん、白身魚とか。まあ、確かにこれはね、うん、ちょっと食べてみないとこの料理に使ってみようっていう気にはならないかもしれないね、うんうん、そうですね、ピザとか肉料理って、ね、まあでも美味しいだろうけど、どっちか多分ね、肉料理は合うと思う、うん、あの塩味あ、まあまあ、とかそういうのに関してはさっぱり食べたい時に、うん、でも辛みは欲しい時に使うみたいな、うんうん、なかなか、うん、美味しい。ちゃんとレモンの味もするんで、うん、最初にレモンがパッときたと思ったら結構青唐辛子の辛みが後々バッと残る感じはあるけど、美味しいね、面白い味だなこれは、うんうん、いいですね。レモスコ皆様もいかがでしょうか。そんなにお高くはないです、はい、まあ多分タバスコレベルって、タバスコレベルです。そうです、はい、うん、さっぱりと辛みがあって、ああでも後引くね、辛いね、うん、意外に辛いです、うん、辛いね。新感覚って書いてあるだけはあるかもね、うん、確かに新感覚ですね。うん、これは美味しかったです。これ当たりでしたね。はい、当たりでしたね。これもよかったら皆さんもぜひ。ぜひ、どうぞ。これもおすすめできますね。はい、お好み焼きにかけたらどうなるんだろうな。いやー、どうだろう、それは。ここにはお好み焼きにもって書いてあるんで、多分だけど、ソース最初に食べて、はい、その後にかけるとさっぱりする。さっぱりする。ああ、なるほど。味もか。うん、最近ね、キャベツだけのお好み焼きをよく作るね。あちょっとそれに試してみようかな。うん、なかなか、これはなかなか新しいね。ちょっと辛いだけじゃん。ちょっとそれは欲しい。これはいいですね。僕も欲しい。気に入りました。あそこに売ってる。どこだ、あそこか。よくわからないが、あそこだ。駅前のあそこに売ってる、ね。あ、そうなんだ。駅前の、はいはい、あそこの近くに。あそこで売ってるぜ。じゃあ、続いては。行きますか、池袋で。尋常美容。これ、池袋まで行って買ってきた、こいつです。これアルコールじゃないと思うんですよ。アルコールって書いてなかったし、ソフトドリンクのコーナーにあったんだよ。だとしたら相当高いよね。うん。アップに。アップにしてみます。350円。350円です。レッドブルより高い。オオカミかシベリアンハスキーか分かりませんが。275ミリ。そして350円。あ、ちょっとぼやけて見えねえな。まあいいや。エナジードリンクより高い。高いね。高い。じゃあ開けますね。開けましょうか。梅子からいきましょう。はいはい。開けた感じは普通。ただね、シルエットがどうもビールなんだよね。もう飲んじゃったよね。飲んじゃった。どうだい？アルコールは入ってないです。うん、あの、ジンジャーエールだね。あれ？アルコール入ってたら梅子ウェってなるもんね。ウェってなる。なんだろう？アルコール入ってないね。入ってない。ジンジャーって。ジンジャーって書いてある。いただきます。あ、どうぞ。うん、美味しいよね。僕はね、ものすごく懐かしい味を今感じてるよ。懐かしい。はい。飲んでみてください。飲んでみてください。これね、僕にとって懐かしい味だね。飲んでみてください。いや違う。ジンジャービア、ジンジャーがピリッと効いた物腰爽快なテイストって書いてある。テイストです。なんで。100年以上も前から守られてきた製法と最適な原材料で作られてる。そんな感じです。うん、うまいないよ。炭酸抜けるだろ。炭酸に気をつけて軽く振っていただきって書いてあるんだけど。軽く振りなよ。振りなよ。なよでも溢れさせないように気をつけてね。そんな感じで優しい。でももういいと思う。もういいと思う。もう絶対やめなよ。溢れるよ。そうでもない。大丈夫か。いただいてみたいと思います。はい、どうぞ。爽快なところで100年以上も前から守られている。はい、どうだい？どうだい？これさ、あの、ジンジャーエールでしょ？ジンジャーエールだね。でも、ようよう考えたら、ビアって、エールもビアっていう意味ですからね。あ、まあそうだね。そうですね。そういうことなんですよね。だから、ジンジャーエール。僕はね、これはね、あの冷やし飴の味に。やめてくるね。しょうがない。しょうがない。まあ、水飴みたいな甘みがあって。炭酸入り冷やし飴。そうそうそう。たあの高級なジンジャーエールの味がします。うん、なんかあの、うん、なんだ自家製ジンジャーエール、そうだね、お店で出しジンジャーエールとかを出すカフェとかで出てきそうな味ですね。すごい柔らかい。柔らかい。残り理想って書いてある。何残り理想？残り理想。わかんないわかんない書いてあるな。え？本当だ。西洋残り理想。何かいろいろとミックスされてますね。まあなんかハーブ的なものなのかもしれませんが、はいはいはい、入っているようです。はい、美味しかったけど。美味しいですね。ただ普通にジンジャー、ルです。残念ながら
これに350円の価値があるかって問われると、ちょっと、まあ、そうだなって、ちょっとパッケージがちなのところがありますね。そうパッケージがちですね、うん。まあ、ちょっと、伝統で作られたいいやつですね。うんうん、まあ、でも、ようよう考えたら、カフェとかで、まあ、これぐらいの量で、まあ、ちゃんとした、使ってるやつ。うん、それぐらいしちゃいますから、まあ、そう思えばこんなもんかと。そうだね。いう感じですね。はい。はい。はい、まあ、今のところレモスコがなかなかの、レモスコが、そうだね、驚きのここでございましたね。これ本当に気になるアイスを食べてみようの企画通りという形でなってるんですけど、続きまして私でございます、はい。気になるというよりかは、めちゃくちゃなんか強力なやつを食べてみようという形で。私は、はい、匂いが強力なんです。匂いと癖が強力らしいですね。ブルーチーズ、ブルーチーズよりも癖も臭いよ。ウォッシュっていうのはアルコールをかけて、でもさ、あれウォッシュチーズは美味しかったよね。あの、あーもうダメ、くっせ、もう来て、だからあれは、あのスーパーで売ってる私が大好きなウォッシュチーズは、あれは美味しいんです。浅いやつなんです。すっごい浅いやつ。あれ優しい。あーくっせ、あれは優しい。私、はい、これから稽古するんですよ。くっせ、あの私は一回だけ本気を出したウォッシュチーズを食べた、食べたことがあるんです。どうだった？無理だったんです。無理だったの？俺ね、これをね、くっせ、チャレンジしてみたかったんだよ。ちょっとね、あの、じかに歌舞伎が打てるぐらい。ちょっと、垂れてる。危ない。ついた。くっせえ匂い、テーブルについては大変だからね。あのですね。え、これ何がくっせえの？その上のさ、カビてる部分？そう。何カビなの？これね、発酵させての塩とお酒で。塩とお酒なんだ。あ、酒なんだ。しょっぱいの。アルコールをかけながら発酵させていくんで、ウォッシュって。うん、大丈夫？手でちぎって。手の匂い、臭くならない？はい、カヤマさんに近づけない。大丈夫だよ。とりあえず食べてみて。あ、俺が、はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。気になるって言ってるからね。どうですか味は。どうですか。見栄に仕上がりましたね。しょっぱいんだけど、中のクリーム部分は超うまい。そうなんですよね、うん、え、どっち、どういうこと。じゃあさ、その上のさ、ここがね、いわゆる塩とお酒のせいで塩分が出てるから超しょっぱいんだけど、中のこっち側のあの、このなんて言うんでしょう、このクリーミー部分っていうんでしょうかね、うわ、超マイルド。味はうまいっすよ。うん、味はうまいっすよ、うん、鼻に抜ける匂いが、これね、慣れてしまえばね、意外に中はマイルドだからね。いけるいける。いけますか。うん、僕はいける。いきましょう。うん、僕はいける。いきましょう。このオレンジ色の部分が超しょっぱいだね。そうなんです。オレンジ色さ、うん、何使う系なの、本来は。本来はこれを食べるんですよ、このまま。チビチビと。やっぱり食べるんですよ。このまま食うんですよ。やっぱオレンジ色取ってないの。取りましたよ、取りましたよ、ここは。あ、本当だ、本当だ。もっとがっつりいかなくていい？いやあ、でもうまい。うん。あ、これはうまい。うん。あ、本当？これうまい。一応がっつり癖のつくやつなんで。あれ、匂いがダメだったら、このクリーム側をたっぷりつけて。皮だけいけない。あ、くっせぇ。皮だけ。あなんだろうね。あの、形容しがたいでしょう。日本で言ったら、あの、ぬか漬け出した瞬間の匂いみたいな感じに近い。言うなれば。だから、こういう匂いってことは、うまいってことだよね。うまいよ。うまい。あ、いや、これ、飲むように用意してみたい。はい。とりあえず、うん、うまいって言われてる方を食べるね、一回。うん。この、うん、ね、食べないよ。あの、クリームのね。うん、うまいよ、ね。うまいところを、うまい。クリームのところを食べないよ。クリームのところはまだ、匂いも、まだまともに。全然。うん。いただきます。これね、うまい。あの、クリームの部分だけで言ったら、カマンベールのすげえ上等な味な感じが、うん、濃厚版というか、もじっとしたような。皮いきなよ。うん、皮いきなよ。くっさいところなんだよな。いっぱいいかなきゃ分かんないもんね。うん、そうだね。大丈夫かな、こんなに。さっきうまく少
然美味しかったです。うん、少しだけ。美味しいぐらいかな。もっといった方がいいのかな。食べて考えなよ。でも高級なやつなんですよ。高級なやつ。めっちゃ高級です。いただきます。どうぞどうぞ。うるせえな。食おうとするときに匂ってくる。あ、やっぱり俺匂いのせいなのかな、ぬか漬けの漬物にチーズ加えたようなやつ食べてる気がしちゃうの。上の部分と一緒にさ、まあ、発酵食品ですからね、両方ですね。よくよく考えてしまえば、まあ、うまいはうまいですよ。まあ言うなればね、ブルーチーズもそうだけど、得てして臭いものって多少うまいよねって、うん、多少ってどういうことだよ。皮をがさりってみようね。うん、もうクリーミーさのないとこ行きますよ。ああ、ほんとだ、皮のみだね、オンリーって感じで。ああ、くっさいよね。うん、ああ、僕は好きだな。あ、やばいんだよ。うん、あの、うまいよね、うまいと思う、くっさいだけで。あ、やばいんだよ、くっさいんだよ。でもチーズ系のくっさいのはまだなんとかなる気がするんだよね。こいつはまだね、うまいよ、うん、まだ違うのか。今度臭いものシリーズ挑戦しようか。なんでやねん。ああ、開けて、室内で開けてはいけない缶詰は持ってこないようにね。そうだね、うちのシールドパインか、うん、あ、くそ。僕は好きだね、これ。ガツガツ進んでますね、うんうん、いや、クリームの部分は大変美味しい。アベデリスっていうかね、白ワインなんだ。ああ、なるほどね。ヘイサムかフランスはそうです、うん。種類的にはナチュラルチーズだそうですね。うん、ナチュラルチーズ、うん。普通に美味しいと思います。うん、他はいる？うん。くっさくなるから。まあでもどっちかって言ったらおつまみ系だよね。うん、まあ僕は好きだもんね。どうなんだろうね。あの、俺が予想してたのとはまた違うものをみんな買ってきたんだけれども。うん、何を予想してたんだい。あ、俺なんかもっと、あの、昔手が出なかった駄菓子系とか買うのかなと思ってて。いやいやいや。意外とですね、なんだろう、手が出ないものって、なんだろう。でも手出さないものって、確かに高いものか。高いものですよね。なんだろう。あんまりそのレモンスコみたいにそんな量使わなそうなものとか、そういう方があんまり、あ、ちょっと食べてみたいけどぐらいに思うけど買わないかな。買わないですね。お駄菓子だと、まあ、ちょっとご褒美に的に買って食べれるじゃないですか。買えちゃうから値段的にもね。そうだね、量的に食べてるんですよね、なんだかんだ言って。まあ確かにね、見たところそれほど手出してないものっていうのはあまりない感じがするからね。出てものか、もしくはちょっとこれにこのお値段はなっていうものか。まあそうだね、うん、このチーズはちょっとこれにはこの値段はなっていう世界だからね。俺は出てものってなんだろうね。出てもの、虫とかですかね。あ、虫食ですね。虫食。でも俺基本的に虫平気なんですよ。私も虫食平気なんだ。ダメー、イナゴ食べてた。全然全然いけます。ザザムシがいけるかなっていうのでちょっとドキドキしますけど、セミのレベルになったらどうなのかなって思うから。ああ、僕はその時には参加しないよ。気になるあいつで虫知りたい。ただね、調理してあった虫だったら平気だけど。そうです、調理してないのは無理ですよね。アフリカの方とかのさ、原住民がイノシシみたいなやつを生のまま食べて、ああいうのは無理。ああ、なんかよくエビの味がするって、うん、言いますね。日本の人たちは言うけどね。なんだろうね、生きてるやつって基本的に虫じゃなくても無理かなと思っちゃう。うーん、踊り食い系ですね。踊り食い系とかも無理だもん。ちょっとかわいそうになっちゃう。なんでだろうね。あれですね、やったことないですよね。生き地獄みたいに思っちゃってね、うんうん、せめてなんかね、うん、調理してあげるとか、なんか一瞬でこうタンってやってから美味しく食べてあげる的なね、うん、ことをしてあげるといいんだけど、ぐっちゃぐっちゃするって、あ、自分
分がされたらしんどいなって思って自分に置き換えちゃう、ね、自分に置き換えちゃう、うん、バリバリ言ってる、バリバリ言ってる、そう、僕はこれが好きだ、僕はこれ好きだ、よかった、買ってきたんで、ね、好きでよかった、よかった、ね、僕はよかった、これ食べれた、うん、クラッカーもいっぱい開けてるしね、いっぱい開けてますね、食べるかい、ありがとう、うみこは食べていいんじゃない、これ好きでしょ、チーム、まあ、好きだよ、ウォッシュ、ウォッシュ好きだし、うん、好きなんだけど、うん、匂いだなぁ、うん、クリップの分だけでいいんだよ、これさ、ウォッシュとさ、そのレモスコを合わせてジンジャー飲んだらどうなの絶対さ、どうなのよこれ、いや、結構俺ジンジャーね、結構口に残ったんだよ、しょって、あ、臭い、え、何、今頃ウォッシュチーズの臭さが出てきた、どういうこと、俺の鼻から、あ、鼻から、うん、母さん、鼻が悪いんじゃないですか、そうだね、鼻詰まってんじゃない、ね、あ、詰まってるよ、分かった、レモスコ、強い、あー、なるほどね、勝っちゃうんだ、レモスコ、あの、強いあの、なんだろう、旨味をガツンとやそれさ、それちょっとレモンスコに対して悪いよねチーズの旨味を消しちゃうみたいなこと言っちゃうとか、じゃあ私がかけすぎたというあれもありますけど、ああなるほど、ものによるのかね、合わせるものにやっぱり、うん、さっぱり系がいいよね、うん、レモンスコにはもともとが、いや、チーズじゃないですね、レモンスコには、レモスコだよやっぱりレモスコは勝ったよ、ね、レモスコ強い、うん、あ、レモスコすごいね、うん、君ら臭いよ、でも匂いはチーズだようーん、レモスコすごいな、普通にジンジャーエールはうまい、うんうん、あ、まあ、ジンジャーエールは美味しかったね、うまい、普通にうまい、うん、どうですか、うん、いろんな種類を試してみて、満足度的には、満足度的にはレモスコに出会えたのはちょっと嬉しかったかな、レモスコ、うん、まあ、そうだね、これはちょっとなんか、うん、新しい、うん、イットフルで料理チーム、うん、新たな調味料を手に入れたんじゃないかという、じゃあ座長持って帰んなよ、まあ、うちに置いとくんだ、え、ちょっと待って、賞味期限大丈夫、あ、それはあるね、え、16、来年の3月、来年までできます、あ、じゃあまだうちで、うん、そういえば今日はカメラの向こう側に座長がいないんでね、何分ぐらいやってるのか全然わかんないんだよ、結構ね、両方の子がいたから今、カヤノさんオンリーでございます、うん、オンリーです、ですね、あと、まあ、3分ぐらいってところですかね、はい、いろいろ試したね、試しました、うん、うまかった、掃除でうまかったよ、掃除でうまかったね、うん、今度は違う目線で選んでてもいいですもんね、うん、まあそうだね、さっき言った臭いものとか、うん、辛いものとかね、あ、辛いものね、うん、辛いもの、まあ辛いもの平気だからいいけど、うん、いろいろありますもんね、くっさいものはね、ちょっとね、多分美味しいんだろうけど、ちょっとこの前帰り際に言ってたけど、梅子が言ってデスソースとかね、あ、デスソースね、うん、チャレンジしてみるっていう手もあるかもしれないね、ちょっと僕はどうにこのチーズを処理しないとねと思って、まあ一生懸命、まあ、その後稽古できるんだったらいいけどね、みんなヒーハーってなっちゃってね、もう喋れねえみたいな、やられちゃってやられちゃってみたいになっちゃったら困りますよ、そうだよね、臭いもの、辛いもの、あと何でしょうね、うん、まあでも駄菓子買ってくるのもありですけど、まあそうだね、逆になんかその茅野さんがねるねるねるねをやったことないみたいに言ってたけど、うん、なんかまああれじゃないけどね、なんか合わせてみるとかね、なんかね、ねるねるねるねね、私が知ってるのよりちょっと豪華になってる、そうそう、豪華になってるね、今豪華になってるの、あの多分前まずすぎて新しくしたんじゃないの、まずくはなかったでしょ、いや結構まずかったよ、そうだ、うん、子供の頃はああいうのが大好きだった、失敗したからどんな味だったか覚えてないんだよ、いや基本的にその味だよ、失敗してもきっとその味だと思う、あれは、かやのさん完食しましたね、おめでとう、ごめんなさい、どうでしたかやのさん、今回の企画は、うーん、これに尽きると、なるほど、これうまいな、レモスコおすすめです、うん、今回の検証で分かったことはレモンスコで、あ、あと15秒です。あ、そうですか。締めましょう。
てね、はい、まあ、食べ物大好きなイットクルーゼが、まあ、ちょっと持ち寄ってみました。はい、結果結論なんでしょう、さようなら、はい